高校生ですあなた様と竹原さんの話を聞いてこのまま就職せず周りと違うことをしようと思いまず講座を作って自分でブログでアフリエイトを始めると思いました成功するかわかんないが始めることが大事だと思うんで一生懸命頑張って有名になったらおじとご飯行きたいですあそうですね頑張ってくださいあのアフリエイトはね僕いつもお勧めしてるのがもしかしたらあなたにすごく才能があってアフリエイトで100万円200万円1000万円と稼げるかもしれないんですよ分かんないですよこれって本当稼いでる人いるんでただ、まあ、向いてなくてね失敗したとしても広告の勉強ができるんですよ 広告のことを勉強するにはアフィリエイトが一番いいんですよ。だから、そういう意味ではすごく役に立つと思います。まあ、人生の,あの糧になると思うんで、あの失敗しようが成功しようがプラスでしかないので、ぜひやってみてください。で、アフィリエイトのいいところは、初期費用がそんなにかかんないです。5000円もあればね、ドメイン代とサーバー費用なんで、5000円もあればお釣りが来ちゃうぐらいで始めれるんで、一、まあ、回ね、外食を我慢したと思えば、うん、全然あの許容できるリスクだと思うんで、やってみてください。はい。ということで、えー、頑張って更新するんで、皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。おつじる